then. That's the ball on. どうですか？うまいですね。すごいこう、なんていうかね、しっかりしてますね、ヒゲのところが。夜のいちご狩りは初めてだったので、連れてきてもらいました。なんか幻想的な感じで楽しめてよかったです。震災後ですね、小さいイチゴハウスを作りました。でその時に初めてこう、ライトをつけたんですけれども、その時にはですね、本当に何もないところにポツンとこう光が出たんですね。でそれは我々にとっては本当に本当にこうなんか、すごい大きな光で、非常に幻想的な空間になったと。でそれがこう未来の光にしか思えなかったんですけれども、その思った気持ちをですね、一般の方にもですね、味わってもらいたいというふうな思いからですね、夜のいちご狩りというものをやりました。